姿勢2型機関単銃は第二次世界大戦中に日本で試作された単機関銃である。日本の銃器設計家である南部喜次郎は単機関銃の試作として南部式機関単銃1号、南部式機関単銃2号を開発した。2種類の試作品は基本構造こそ同一であるものの外見は全く別のものであった。南部式機関単銃1号は 重波と重症が分離した形だったのに対し、南部式機関単銃2号は、重波と重症が一体化した形となっている。実写試験では、モーゼル・シュネル・フォイヤーの空戦天童や薬室をコピーしたものも作られた。後に、南部式機関単銃2号を、姿勢95式実法を使用するように改良した、姿勢1型機関単銃が開発される。これが、 日本軍発の正式採用機関単銃である100、式機関単銃の開発へとつながっていった。姿勢2型機関単銃は、南部式機関単銃2号をベースに、重剣を取り付けるための着剣装置が追加され、重心の放熱性能を高めるためバレルジャケットに溝を切るなどの改良を施したものである。南部式機関単銃2号で使われていた。 相談数50発の断層は大きすぎて使い勝手が悪く、また相談に時間がかかるという問題があったため、相談数30発の短いものに変えられた。しかし、この姿勢2型機関短単獣は、正式採用に至らず、審査後は全く日の目を見ることがなかった。これは、当時の陸軍上層部では、機関単獣の有効性を認めていなかったためである。機関単獣は、 拳銃や小銃などに比べ弾薬の使用量が多く、当時の限られた生産力の中では補給に不安があった。また、96式系機関銃や99式系機関銃などの優れた軽機関銃を有していた日本陸軍では、射程や命中精度で劣る機関単銃に価値を見出せなかったとも言われる。 南部式機関単十二号を踏襲した形状で、重波と重傷が一体化し引き金は木製の部分をくり抜いた独特の形状をしている。引き金の前に切り替え装置があり、後部にエアバッファーレバーがある。切り替え装置はレン、タン、アンとなっている。エアバッファーレバーは速度切り替え線を挿入、または引き出すことにより空気流入を調節し、連射速度を可変させることができる。 そして、トリガーの前方に相談数30発のバナナ型弾装を取り付けるようになっている。銃剣を固定するため、下部に着剣装置と重心のようにも見える突起した部分がある。姿勢2型機関単銃が日の目を見たのは第二次世界大戦末期だった。陸軍では戦車兵などの自衛用兵器として機関単銃を採用しようと考え、 百式機関単銃よりも小型であった姿勢2型、機関単銃に目をつけた。そうして、全長を縮小し、重心器部や重傷などをスチール板で補強したものが、姿勢2型機関単銃改良車載型として開発された。この姿勢2型機関単銃改良車載型はいくつかのバリエーションがあり、フロントサイトが簡略化され、バレルジャケットの溝や、 重傷の形状が違うものがある。記録上、姿勢2型機関単重改良者祭型は正式採用される前に終戦を迎えてしまった。しかし実際には、対戦末期には兵器の不足を補うために試作兵器も多く使用されていた。姿勢2型機関単重改良者祭型も沖縄戦において日本軍の号から発見されている。 その姿勢に型機関単重改良車載型は、小倉陸軍造兵将で、吉田聡人氏が中心になって製作したもので、44式機銃と同じ折りたたみ、式銃剣が取り付けられていた。また、英領インド帝国に駐留するイギリス軍によって、回収されたものも存在し、第二次世界大戦終結後の1946年には、本銃についての報告書が作成されている。 当の日本軍にはわれ、された姿勢2型、機関単獣であったが、大戦終結後に思わぬ形で再び姿を、現した。朝鮮戦争において、アメリカ軍が朝鮮人民軍から露革した兵器の中に、姿勢2型機関単獣に告示した銃があった。大戦後に、中国で製造されたものと見られ、わずかな差は、あれども、バレルジャケットごと重心が交代し、後方にアバッファーがあるなど、 気候に至るまで姿勢2型機関単銃に酷似していた。使用弾薬は 45ACP 弾にボアアップされ、重厚にマズルブレーキが追加、サイトや重症などは簡略化され、全体的に粗悪なものになっていた。調査したアメリカ軍は、これが姿勢2型機関単銃のコピーされたものである、可能性が非常に高いとしている。最近まで姿勢2式短機関獣という、 誤った名称で呼ばれていた。二型という名称はしばしば二式と間違えられることがある。式は、その装備が正式採用された年を後期の年号か二桁で示すものである。一方、ここでいう、二型は試作段階の二号機の意味である。日本軍では、死生獣を試験する際に、各獣の識別のため、略式名をストックに白文字で記す慣習があり。 この銃の重傷には、ミニ型という白のペイントが施されていた。また、いわゆるサブマシンガンという言葉を今日では、よく短期間銃と訳すが、当時の日本陸軍では、機関短銃というわけを当てていた。よって、二型短期間銃という表記も、厳密には間違いである。ありがとうございます。